ベーカー街、ベーカーストリートは、ロンドンのシティオブ、ウェストミンスター内のメリルボーオン地区に実在する南北方向の通りである。しばしばベーカー街とも訳される。街路の名は、18世紀に通りを付設した建築家のウィリアム・ベーカーにちなむ。ベーカー街221バイトに居住したと、設定されている架空の名探偵シャーロック・ホームズと関わりの深い通りとして有名である。 元来は高級住宅地だったが、現在は主に商業施設が立ち並ぶ。NW1、W1 の郵便番号が付された地域で、A41 幹線道路の一部をなすと、混雑する通りである。リージェンツパークの南に位置するパークロードとの交差点を北端として、グロスタープレイスに並行して、メルルボーンロード、ポートマンスクエア、ウィグモアストリートと順に交わる。 ウィグモアストリートとの交差点を境に、ベーカーストリートは、オーチャードストリートに切り替わり、オックスフォードストリートで終点を迎える。ポートマンスクエア以後の区間は、オーチャードストリートとして伸びている。オーチャードストリートとオックスフォードストリートに挟まれた、角には、イギリスの高級デパートとして知られる、セルフリッチが店舗を構える。地区内には、現存する。 世界最古の地下鉄駅の一つであるロンドン地下鉄のベーカーストリート駅が所在し、当該駅にはロンドン交通局の遺出物取扱所が隣接する。1971年、ベーカー街にあるロイズ銀行の支店で重大な強盗事件が発生した。ベーカー街55-1835年、初めて老人形の常設展示を試みたマダムタッソー館が、 ベーカー街に開館した。この老人形の館は1884年に角を曲がってすぐのメディルボーンロード沿いに移転した。1940年、特殊作戦執行部の本部がベーカー街64へ移転した。添いはしばしば、シャーロック・ホームズの不老少年探偵団と同名のベーカーストリート・イレギュラーズと呼ばれた。 ビートルズのアップルブティックは1967年から1968年にかけてベーカー街94を拠点としていた。長年、イギリスの大手小売業者であるマークススペンサーの本社がベーカー街55のミカエルハウスに入居していたが、2004年にパディントンベースにへ移転した。旧社屋はイギリスで。 最もよく知られた企業の建物であり、現代的な商業複合ビルとして再開発された。イギリスの女性歌手、ダスティ・スプリングフィールドは1960年代にベーカー街に居住経験がある。ベーカーストリートの標識架空の世界では、シャーロック・ホームズを筆頭に、ネズミの名探偵バジル、セクストン・ブレイク、探偵カーランド・クロスがベーカー街に住んだことがある。 ベイカーストリートはジェリー・ラファティによる歌で1978年にリリースされた。また、1999年には同名のアルバムも発表している。ベイカーストリートの女神は1975年発表のジェスロ・タルによるアルバムミンストレル・イン・ザ・ギャラリーに収録された楽曲である。2002年公開の名探偵コナン・ベイカー街の亡霊にもベイカー街が 物語の舞台として登場する。イギリスのロックバンド、ローリングストーンズの歌、サムガールズでは、ベーカー街に関する言及がある。アルバム、ザリバティー・オブ・ノートン・ホールゲートに収録された、マッドネスの楽曲 We Are London の曲中では、ロンドンでも、有数の名所として、ベーカーストリートの名が登場する。ありがとうございます。